私大久保ルミが毎回7のつく日にさまざまな企画にチャレンジする7チャレ、今日も始まりました。よろしくお願いします。さあ、アニメ本編ではですね、毒の能力を持っているハブキララが活躍したのかなっていう8話がね、放送されましたね。もうなんか日を追うごとに7がとんでもないことになってって時々思うんですよね。オンエアとか見てると、あ、私こんなに低い声で出たんだみたいな時ありますね。はい、まあ、そんな今回ですね、チャレンジする企画はこちらです。7毒毒チャレンジ。こちらに用意されている7つのお茶があります。この7つのお茶のうち1つだけ苦いお茶が混ざっています。この中からどのお茶が普通のお茶なのかを見分け、苦いお茶を避けて6つのお茶を美味しくいただくことができれば成功となります。さあ、ということで早速やっていきましょう。7チャレスタートです。まあ王道だけど真ん中からいくかな。いただきます。うん、美味しい。まあ、終わったやつこっちにしとこう。あー、急に、あ、そうか、よかったよかった。次、じゃあ端から行こうかな。美味しい。端から行こうかな。うん、美味しい。地味な絵面だな、これ。これだな。うん、美味しい。これ美味しい。どっちかだよね。まあでも正直なんとなく分かってきました。いただきます。美味しい。ということでチャレンジ成功しちゃった。途中からね、これちょっと濃いなって思っちゃって、これなんかほらよく見て映して、ほらちょっと濃くない？ちょっと飲んでみたい気がするんですよね。成功したから勝者の余裕ってことでちょっと飲んでみます。飲んだ瞬間は、他のお茶と変わんないじゃんって思うけど、後味がすごい。あの粉薬を飲んで水で流しきれなくて口の中にすごい残っちゃった時の感覚によく似てる。これは苦いわ。はい、ということで、チャレンジは成功です。ちょっとずるい気もしますけど。はい、ということでですね、次回は12月の7日月曜日にまたここでお会いしましょうということで、バイバーイ。